レフト方向へ持っていきましたが、アウトでした。記録はレフト。はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。ペナントヤクルト編やっていきましょう。ナイト変わらずです。今日から交流戦、順位が4位ですね。なんとか交流戦終わりに1位になってたいな。今現在ゲーム差3だからね、1位目指しておきたいですね。頑張りましょう。山中選手が2週間の怪我を負ってしまいました。今日吉則選手いきます。こんな感じ、今能力はこんな感じです。俺の推しメン、竹下くん調子上げてきたから連れてきました。よし、どうしますか。あ、今日 DH ありか、 DH ありか、そっか。ちょっと待ってよ、ファースト西田選手いきますか。いつだかにやってすげえ良かったから。ちょっと待ってよ。ね、俺今日考えてたのが2番山田選手考えてたんだよね。やるわ。平根選手いきますか。9番、こんな感じでいきましょうか。こんな感じでいきます。ユニフォーム似てるんじゃねえの。すげえ似てんだよね。オリックス側を変えますか。じゃあこれしよう。このユニフォームは覚えてる。可愛らしいの着てるなぁと思ってたもん。頑張るべ。京セラドーム大阪です。オリックスバッ、まずは1回の表、先頭バッターは坂口。プレーボー、サークルチェンジ、空振り三振、先頭バッター三振に倒れました。投げました、打ちました、岩崎取った、一塁へ送る、アウト、ドンマイ、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは川端、次は5球目、投げました、見逃し三振。なんかあれだよね、こういう柄のユニフォームを再現できるのであれば、自分で作るときもこういうの作らせてほしいよね。いいよ、ファーボールかと思ったよ、正直俺は。ファーストキャンパスの横取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、打った、レフト方向へ持っていきましたが、アウトでした。記録はレフト。あちょっと待ってよ、ちょっと待ってよいや皆さん期待通りだったじゃんいやーちょっと待ってね。あ、今日エラーとか持ってないのか。そっか、大丈夫、攻撃でやってくれる、活躍してくれる。さあ4球目頑張るぞ。こっからだ、もう9本持ってんだ。ちょっとマイクの位置変えます。バファローズファンで埋め尽くされたスタンドに、左バッターボックスは4番 T。 頑張ろう。2点ぐらい大丈夫だって。投げた、打ちました、吉野にボールを取る、一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番モレル、投げた、外へ逃げるスライダー、空振り三振。2回の表、2点を追いかけます。スワローズの攻撃。先頭バッターは DH のバレンティン。打った、三遊間の打球。一塁へ送る。とりあえず1点ずつ返していきましょう。どんな形でもいいから。ユーヘー投げた。打ちました。ピッチャー返し。抜けた。ナバッチ。ユーヘー、いいバッティングを見せました。バッターは6番西田。投げた。打ちました。ボールはライナーでライトへ。取りました。惜しい。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第4球を投げた、打った、ナバッチ、ボールは中継、
西浦ナイスバッティングです。さあチャンスを切る高め来い。さあこの対決に集中します。投げました、空振り三振、バットアウト。まずは3安がうなります。 2回の裏、これからバブルーズの攻撃に入ります。先頭バッターはロメロ、投げました、打った、流し打ち、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番足立、投げました、外角高め、いや、いいんじゃないですか、随分外角高めいっぱいに決まった、投げました、打ちました、西田掴んだ、一塁へトス、よし、吉典取ってアウト、スリーアウトチェンジ。吉典さん、スワローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番ヒアネ、おっとセーフティーバントだ、あ、成功する気しねえな、アウト。これでワンアウト、ランナーありません。打順は1番に帰って坂口、今日の第一、見逃しの三振。バッターは2番山田、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。打った、三遊間のゴロ、足立ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。スワローズ、バウローズこの回の攻撃はラストバッターから、やっぱ3番がいいな。先頭バッターは9番若月、打ちました、セカンド左奥のフライになりました、取りました。これでワンアウト。いや、今日どっかでね、竹下君投げさせたいんだよね。あの調子極端がついてたから、いつもいつも調子いいわけじゃなさそうだし、調子のいい時に出しておきたい、出したい。外れてフォアボール、バッターは DH の吉田、投げました、外角高め、空振り三振、バットが空を切りました。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは川端、投げた、インコースのボール左へ、うまいね。いや、すごい好き今の。バッチ1点欲しいですよ。バッターは指名打者バレンティン、通算200号本塁打。オッケー、外れた、フォアボール。さあなんとか追い上げたい場面でバッター雄平。バブルをつこかバントシフトを敷きます。打ちました、いい当たり、センターへ持っていった、よし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 。いや、バレンティン選手は帰ってこれないでしょう。まあそれでも OKOKOK、一発勝負たまんじゃねえかな、このイニング中に。誰でたまるか分かんないけども、そこで使いましょう。いや、いいですよ、逆にラッキー。次でたまるでしょ、ここで使う。えたい、第3球を投げた、マシンで捉えた、よし、レフトバックホーム、スワローズ、マッチ、2対2。バッターは8番中村、第1打席はスイングアウトの三振に倒れている。久々のスクイーズ、サードボールを掴んだ、スクイーズ決まった、スワローズちゃんと持っていくから、殿下の方と。3対2。バッターは9番キアネ、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。流し打ち、オッケーね、マッチ、西浦三塁回った、ライトからセカンドへ、スワローズさらに1点追加、4対2。さあ、ツーアウトランナー2塁という場面で坂口、ここまで2打席連続三振、投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、これはセカンドマッシュ、オッケー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 、セカンドのエラー、セカンドのエラーです。バッターは2番山田、今日はセカンドゴロとショートゴロ。次は5球目、投げた、打った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって一挙5点、素晴らしい。ここからバブルーズの攻撃に入ります。先頭バッターは T 岡田、最初のバッターボックスはピッチャー、打ちました、川端下がっていった、サード取りました、これでワンアウト、ランナーありません。バッターは5番モレル、今日の第一打席はスイングアウト、高速スライダー、いやー、そのスライダーいいね、変化量すごいあるんだよね、確かね。なんぼ5、すごいよね。第3球、高めボール球打った、ボールはライナーでセンター掴んで、これで3アウトになります。吉典、このスワローズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは川端、打ったいい当たりだ、落ちない、うわー、うまい、これでワンアウト、ランナーはありません。サムネ候補かな。いやー、ただね、ヒアネさんの落球はね、バッターは DH のバレ、サムネイルにしたいんだよな。投げました、引っ張った、やばっち、クリーンヒット、バレンティン、いいバッティングを見せました、初安打。左バッターボックスは5番雄平、第3球を投げました、打ちました、これは内野ゴロ、
どうしよう、クルンクルンしてたクルンクルンしてたけど、どうしたの、なんかあったんかな、すげえクルンクルンしてたな。さあ、時は5球目、高めの球、見逃し三振。第3球打ちました、足立取った、二塁送球、二塁アウト、スリーアウトチェンジ、ランナー2人。5回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは足立、投げました、インコース低め、見逃し三振。投球これから5球目、打ちました、セカンド、惜しい、小田、しょうがないしょうがない、バッティングです。バッターは9番若月、第1打席は内野フライに倒れています。次は4球目、打った、センター方向に持っていきましたが、センターセンター取りました。これでツーアウト。なんかやたらと球場が広く見えるな。投げました、打ちました、レフトへ上がった、取って、これでスリーアウトチェンジドキドキしますね。試合は後半6回に入ります。この回のトップバッターは中村、投げました、打った、ツーレフト、うわー惜しい。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは9番キアで、さあ4球目、岩崎、ボールを取る、一塁送球、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って坂口、高め、空振り三振、最後は空振り。バファローズこの回は2番からの好打順、先頭バッターは武田。いや、この5点で終わりたくはないよね。先頭バッターにフォアボールを与えます。第4球を投げた、あーっとキャッチャー止めない、そして今拾い直した。第5球投げた、打った、セカンド右横のゴロ、あとスワローズなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは T 岡田、今日はピッチャーゴロ、低めボール球打った、うわどうしようかな、締めました、 T 岡田タイムリーツーベース、スワローズなおもピン、バッターは5番モレル、ここまで2打席連続三振、まだ頑張れるしょ。次が4球目、投げた、打ちました、いい当たり、ボールは投げた、よし、取りました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。さあここで監督は勝負に出ました、さあここで勝負に出ました、やってこい、頼む。第3球を投げた、打った、いい当たりだ、ボールは飛んで、飛んで、あーちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、変えたくねえな、いや変えるかな、いや集中残ってる、集中使おう、ちょっとね投げてもらいたいんだよね、6回頑張ってほしい。これから4球目、インコース引っ張る、ボールまで2人飛んで、あっ、ここした、くわっ、記録はレフトのエラー、レフトのエラーです。ちょっと変えます、気がする、小山選手左に強いんだっけ、そうだね、星選手いきますか、星選手がねすげえ使いやすい、踏ん張ってくれ、ピッチャーを、第6球番ランナースタート、よし、お疲れ、京セラドーム大阪からお仕事終わりです。さあここは守備を変えてくる、ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは山田、投げました、低めボール球打った、ファースト右横のフライになりました、取りました、シャープワンだったかな、ヒアネ選手の守備は正規ってきてたの。第5球投げました、空振り三振、バッターは指名打者バレンティ、通算200号、ちょっとあれですね、どうしようかな、バレンティン選手残しとくか、残しとこうか、バッターは5番雄平、今日はここまで3打数2安打、投げました、いやこれダイソー出してたら点入ってたな、たらればだけどね。今日これで4打数の3安打、今日2三振の西田、ここまで2打席連続三振、ジャスト抜けろ、うわうまそう、これはもうねしょうがないわ、相手がうまいわ、
これはしょうがない。7回の表が終わって、バッターは代打中島。いくか竹下くん。スワローズピッチャー第5球投げました。ストライク見逃し三振。打順が1番に帰って岩崎第5球投げました。渾身のストレートを見逃し三振。ピンチヒッターは西野第4球を投げた。打った痛烈な当たり抜けた。西野いいバッティングを見せました。第4球を投げた。打ちました。レフト前進。頼むぞ頼むぞ頼むぞ。取りました。これでスリーアウト。こんなに落とすかね。5対4バブローズラッキーセブンの攻撃はゼロで終わりました。ちょっとまあ俺ヒアネ選手の守備っていうのは本当動画ぐらいしか見たことがないからさ、あんま分かんないけどそんなには落とさないでしょ多分。第5球投げた見逃し三振。バッターは8番中村今日4度目のバッターボックス。投げた打ちました。1・2塁間への当たり吉田取ってアウト。いやちょっとバットでね取り返そう。次は4球目投げた打ちました。これは内野フライ取ってアウト。スリーアウトチェンジ。吉田下位打線を8回の裏これから竹下君お疲れ。先頭バッターは金色から投球はこれから3球目打ちました。ファースト左横のゴロ。ルーキー取ってアウト。これでワンアウトランナーありません。148球空振り三振。右バッターボックス高め危ねえかな。危ないやな。危ないなやめとこうか。次が6球目投げました打ちました。痛烈入れば同点だ。伸びた。すっげえとん。それでも127か。結構ピッチャー使っちゃってるぞうち。今日はここまで3打数ノーヒット2三振投げました。打ったセカンドの頭上山田バックしていった。落下点で構えます。掴んでこれで3アウトになります。8回の裏が終わりまして5対5スワローズ。ここで点取れば済む話よ。さあいよいよ9回に入ります。トップバッターの坂口スワローズ。ここはなんとか塁に出ない。これは引っ掛けた。フラフラッと上がった。掴みました。これでワンアウト。ランナーありません。バッターは2番山田打ちました。ボテボテの当たりはサードゴロアウト。これでツーアウト。ランナーありません。バッターは3番川端今日はここまで4打数打った。センターへの打球よしナイバッチ。川端ナイスバッティングです。さあ9球目ランナースタートを切った。三振入ってないんじゃない。9回の表が終わってバッターは8番小谷。秋吉選手あーどうしようかな。スワローズピッチャー第3球打った三遊間へのゴロ抜けた。あっとこいつバッターランナー1塁原発蹴って2塁へ。気をつけろよ。あんまりゲームでイラつかないけどだいぶイラついてるぞ。出し続けっかんな俺な。マジでさよならのピンチを迎えています。あーっとショーフライになった。ボールを掴んだ一塁へ送るアウト。送りバントは失敗に終わりました。これでワンアウトランナーは二塁変わりません。打ちました内野ゴロ。川端掴んだ一塁送球。いやもう多分向こう一発勝負使うでしょ。ここランナーは使うわ。変わりません。あ使わねえし行かない。ここで勝負に出ます。スイングアウトを取りスワローズこの回ノーアウト。塚原降板。試合はこれから延長に入ります。先頭バッターはユー。さあ試合の行方を左右する場面ここで勝負に出ます。アウトコース低め空振り三振。先頭バッター三振に倒れました。第4球を投げました。打ちました。西野うわー惜しいね。ツーアウト投げました。見送ってフォアボール。バッターは8番中村これが5度目のバッターボックス。
第4球を投げました。流し打ち抜けないか。モレル自らベースを踏んで3アウト。延長10ダブルです。この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは指名打者吉田。できればねリードしてから出したかったけどもう出していくか。スワローズピッチャー第5球投げた直球見送ってフォアボール。いきなりフォアボール。左バッターボックスには T 岡田。今日はここまで150キロ直球空振り三振。一塁へ一つ牽制球を送りました。投球はこれから6球目。見逃しの三振ギリギリのところに決まった。バッターは6番ロメロ。今日はホームランを見逃し三振だ。かっこいいすげえかっこよかった。キラン交番。スワローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターはキア。スワローズここは何としても塁に出たいところ。投げた打ちました。ピッチャー返し走れ山岡今拾ったアウト。これでワンアウトランナーはありません。打順はトップに帰って坂口。インコース高め空振り三振。最後は力でねじ伏せられました。打った三遊間の当たり。足立ボールを掴んだ一塁送球。ちょっと1、2番機能してないですね。スワローズは延長11回の裏。いやもう1イニング投げさせたいぐらいだけど1人1イニング計算でいくよ。スワローズこのバッターだけは塁に出したくない。スワローズピッと投げた打ちました。いい当たり。ボールはライナーで左中間へクリーンヒット。打球が転がっている。ボールは中継ツーベース。スワローズさよならのピンチとなりました。バッターは6回途中出場の小園。第9投げた初球バッター。うわフルスイングと嘘ついてくるし。ピッチャーから一塁送球山田取ってアウト。さあさよならもあり得る場面で迎えるバッターは伊藤。投げたやられた右中間へ持っていきました。大丈夫じゃない。ボールは中継よかったやられたと思った。うわー決めたかったな。ちょっと待てよ西野君ってどうにかしないとだよ。第5球投げました打ちました。よし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 。村中落下点に入った取ってこれで3アウトチェンジ。一発勝負どうなってる。たまんねえかな。山岡攻撃でたまってくる。たまるね。とりあえず川端選手打ってほしいな。ヒット打って一発勝負でバレンティン選手当たりそう。投球はこれから3球目。低めボール球打った1ね取りました。これでワンアウトランナーはありません。いや使うわ。バッターは DH のホームラン出ればラッキーだ。いったい次は5球目打ったこれはヒットになります。バレンティンナイスバッティングです。さあここをどうするかですね。1、2塁間を抜くように打ってほしい。次は6球目空振り三振。バッターは6番西田。今日はここまで5打数ノーヒット2三振。代打は今上。投球は3球目打ったい当たりだセンターへ飛んだよかったクリーンヒット。ボールは中継今上いいバッティングを見せます。代打構成に出ましょう。絶不調なんだよな。いや大引きさんありじゃねえかな。バッターは代打大引き。スワローズ続けざまに代打を起用してきます。投げました打ちましたレフトへ持ってよし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 二塁ランナー走ったよ頑張れよっしゃよっしゃ走ると思わなかったすごい素晴らしいですよ。バッターは8番中村
次は5球目。いや、よくやってくれた。全然指示はまんなかったのよく点取ってくれた。いや、出し続けるからね。あれ動かさなくていいんじゃない。あ、今波選手かファースト、あ、できるのか。なんかやってるとこ見たような記憶もなくはないけど、まあこのまま今波選手でいきますか。レフト変えてスワローズピッチャーを交代します。村中第3球を投げました。打ちました。セカンド左、一塁送球アウト。これでワンアウト。バッターはありません。バッターは4番 T 岡田。打った痛烈な当たり。頑張れ。ここでよっしゃなんかすげえ嬉しかったすっげえ嬉しかった今のが。5打数ノーヒット。あ、一発勝負だもんな。そうだよな。第3球を投げました。打った流し打ち。打球はライト右へ。アルボー打ちました。いい当たり。ボールはライナーでセンターへ。やりましたやったぞ。見事勝利です。これは嬉しいわ。嬉しい勝利ですね。もうレフトきついな。本日のヒーローは9個無失点の好投を見せました。本当に今日は大活躍。まあ別に誰でもよかったけどね。みんながなんか頑張ってくれたかなと。ちょっと 1,2 番なかったね。まあ1試合でね判断するのもどうかと思うけど、まあお試しとしてはありだったかなやってみたいなっていうのをやれたのは。山田選手ね、やっぱ3番が一番あれだな、しっくりくるかな。で2番川端選手、そう、本当デフォルトが結構しっくりはくるかな。いやー、よかったよかった。面白かったですねやってて。いや、てか守備ってすごいね。捕球11ってだけであんなにも落とすんだね。怖いね怖いね。だってゲームやっててなんだろう、本当ガチでイラッとしたのマジ久々だもん。ここ何年もないんじゃないかなってぐらい本当に。いや、面白かったですね。けどあれだよね、フライ一つでドキドキできるっていうのは面白いね。そういう目で見れば面白いよねこれすごかったね。大引選手打ったのもそうだけど、こう走ってくれたのがさ、この12回はね、本当になんだろう、運が良かったかな。だから指示は本当はまんなかったからね。やりました。負けませんね。強いですね、ヤクルト。マノチスワローズ強いですよ。そうだ、俺の推しメン竹下くんもよくやってくれましたよ。よし、終わりますか。お、順位が3位に上がりましたね。この勢いでガンガン行きましょう。よし、終わりますか。そんじゃ終わります。バイバイ。